皆様こんにちは。私からは皆様のお時間を少し頂戴しまして、弊行の提供するお客様とお客様のビジネス上の出会いを生み出すデジタルマッチングプラットフォーム、サービス名ビズクリエイトのご紹介とご活用のお願いをさせていただきます。申し遅れました。私ビズクリエイトの自称広報担当部長をやっております、三井住友銀行法人戦略部の高瀬と申します。後ほども申し上げますが、このビズクリエイトは基本無料のサービスですので、ぜひお気軽に耳を傾けていただけますと幸いです。本題に入る前に少しお話をさせてください。我々 SMBC はビジネスマッチングといえば SMBC と言われる世界を目指しています。私どもの強みは何といっても、あらゆる業種、あらゆる規模、あらゆるステージのお客様と取引をいただいていることです。そしてビジネスの世界で勝ち抜くためには、自社単独ではなく1プラス1が5にも10にもなる企業同士の組み合わせを見つけ、オープンイノベーションを起こしていくことが大切だと考えております。日本は2020年10月に2050年カーボンニュートラルの実現を宣言しました。カーボンニュートラルにはこれまでの事業環境を転換し、大胆なイノベーションを起こすことが必要であり、多くの日本の企業にとってとても大きな関心事となっております。本日のイベントはまさにオープンイノベーションによる新事業、新産業を作り出し、カーボンニュートラルを実現していこうという取り組みなので、ぜひそのお手伝いの一環としてこのビズクリエイトがお役に立つと考えております。それではビズクリエイトの特徴を説明させていただきたいと思いますので、まずはこちらの動画をご覧ください。ビズクリエイトは日本全国あらゆる業種からビジネスパートナーを無料で探すことができるウェブ上のマッチングサービスです。例えば地方の特産品の販売を拡大したい社長さんがいます。こちらでは IT 企業の社長さんがショッピングサイトの目玉商材を探しています。ビズクリエイトなら提携金融機関と取引のある企業の中からあなたのニーズに合ったパートナーを探すことができます。見つけた企業とはビズクリエイト内にあるチャット機能でスムーズに商談ができます。おや、早速マッチングしたようですね。ほら、簡単でしょ。販売先、仕入れ先の拡大はもちろん、オープンイノベーションや技術開発のパートナー探しにも利用できます。企業と企業のニーズをつなぐプラットフォーム。マッチングから取引制約まですべて無料。ビジネスを加速させるのはビズクリエイト。はい、いかがでしたでしょうか。ビズクリエイトには主に3つの特徴がございますので、簡単にご案内をさせていただきます。特徴の1つ目は、さまざまな企業と出会えるということです。ビズクリエイト上では今年8月末時点で全国1万4000社を超える企業様にご利用いただいております。月間の商談件数は1500件を超えており、新たな商談がビズクリエイトの中で行われております。他社様の同様のサービス対比、大手の企業のニーズ登録が多い、比較的実験者の皆様が実際に操作いただいている点が特徴です。年商100億円を超える大企業様のご利用をはじめ、中堅中小企業様、ベンチャー企業様、企業だけではなく教育機関や研究機関、東京23区の自治体をはじめ、関東経済産業局様、国立研究開発法人、新エネルギー産業技術総合開発機構様にもご利用いただいております。加えて、2020年11月から33銀行様との連携を開始しており、これまで当行のネットワークだけでは知ることのできなかった地元ならではの情報をタイムリーにキャッチすることができるようになりました。今後も全国の金融機関様との連携を目指しており、企業価値の向上と経済の活性化をサポートできる最大級のプラットフォームを目指してまいります。特徴の2つ目は、ビズクリエイト内のチャット機能を使って、お客様同士が簡単、スピーディーに商談することができる点です。長引く新型コロナウイルスの環境下においても、企業活動、営業活動を止めることなく、お客様同士が直接商談いただくことが可能となっております。月間の商談件数は1500件を超えておりますが、単に商談件数だけが伸びているわけではなく、制約している事例も数多くございます。残念ながら全てをご報告いただいているわけではございませんが、
少なくとも累計で2000件以上制約したよというご報告をいただいております。まずはチャットでライトにコミュニケーションができることもご好評をいただいております。お客様同士が銀行員を介さずにチャットからメール、そしてウェブ、さらに実面と商談が発展しております。デジタルなコミュニケーションツールを活用することでビジネスはさらに加速していくものと考えております。特徴の3つ目は冒頭にも申し上げましたが無料のサービスということです。サイト上ではお客様ご自身のマッチングニーズの登録、他社が登録したマッチングニーズの検索、閲覧、気になるニーズへのチャットベースでの商談の申し込みが可能となりますが、これらの機能をすべて無料でご利用いただけます。なお諸条件はございますが、お金をかけて銀行員の営業力を活用してより精度の高いマッチングを行いたいというお客様向けの有料サービスも別途ご用意しております。リズクリエイトはサービスを開始して3年目に突入しておりますが、改善の余地はまだまだ多いと考えております。ご利用くださっていた、ご利用いただいている皆様の声をお伺いしながら、事業パートナーである NEC 様にもご協力をいただき、アジャイルな開発で日々進化を目指してまいります。これら大きく3つの特徴を持って、新たな企業同士の出会いとビジネス創出の場をご提供してまいります。ここで少しビズクリエイトユーザーの皆様からいただいているお声をご紹介させていただきます。実際にビズクリエイトをご利用いただいている企業様からは、こちらにお示しの通り、ビズクリエイトは他のマッチングサイトと比較して商談率が高く、以前よりも新規獲得数が増えているといったお声や、お客様同士ニーズが事前に分かることに加えて、利用している方が決定権を持つ役職者が多いことから商談スピードが速いといったお声、それから毎日新しいニーズが更新されるので情報収集ができて使わない理由はないといったとてもありがたいお声を頂戴しております。こういったお客様からいただくお声、ご要望にお答えさせていただく形で、今年6月から新たなオプションサービス、ビズクリエイトセールスプロをリリースしておりますので、少しだけ宣伝をさせていただきますと幸いです。こちらのセールスプロについても特徴が3つございます。まず1つ目、セールスプロをご活用いただきますと、ビズクリエイトの利用企業1万4000社様を対象に、お客様がお持ちの商品やサービスのターゲットとなる企業を部署や役職などの担当者ベースで検索、さらにはターゲットの興味関心情報、企業情報を確認した上で商談を始めていただくことが可能となります。特徴の2つ目は、自社の PR ページでの閲覧履歴や商談相手からのフィードバックなどにより、どのような企業が自社に興味を持っているのか、商談が進まなかった理由は何かなど、次の商談に役立つヒントが得られる仕組みとなっております。継続的な営業活動をサポートさせていただく機能をご用意しております。特徴の3つ目は、ビズクリエイトセールスプロならテキストの文字だけでは分かりづらいサービスや商品の情報を動画や資料を掲載できる PR ページを活用してプロモーションができるようになります。 PR ページの活用からターゲット顧客の選定、商談内容の社内共有まで、簡単な操作でお客様の営業活動をデジタルでサポートさせていただくことができるようになります。本日ご登壇いただきましたベンチャー企業の皆様には、任意で並行で運営するビズクリエイト、または中小企業基盤整備機構様が運営するジグテックにニーズ掲載をいただいております。まずジグテックにつきましては、ジグテックのホームページから会員登録をいただき、ログインした後、新着トピックス欄に第49回ネドピッチと検索をいただきますと、各他登壇企業様のお名前が表示されます。新着トピックスに表示されている箇所をクリックすると、ニーズの内容とご連絡先、メールアドレスがご確認いただけます。ご利用に関してご不明な点等ございましたら、ジグテックホームページ、よくある質問からお問い合わせをいただきますようお願いいたします。ビズクリエイトについては、各登壇企業様のニーズを検索いただく際、画面にお示ししております第49回ネドピッチと検索いただきますようお願いいたします。まだビズクリエイトをご利用いただいていないお客様におかれましては、並行の講座をご用意いただき、オンライン上でビズクリエイトの利用申し込みをいただきますようお願いいたします。
ウィズクリエイトのご利用には審査がございますが、オンライン上で申し込み手続きを完結することが可能です。弊行にお口座をお持ちでないお客様は、弊行でお口座開設をいただくか、先ほどご紹介をさせていただいたジグテックのサイトのご活用をご検討ください。ウィズクリエイトについてご不明な点等ございましたら、お気軽に私、法人戦略部、高瀬までご紹介いただきますようお願いいたします。本日ご登壇いただきました企業様はもちろん、本、ウェビナー、セミナーに参加をいただいている皆様、様々な方々との出会いの場として、ぜひ、ウィズクリエイトのご登録をご利用いただきますことを心よりお待ちしております。ご清聴いただきましてありがとうございました。ネド